いやお疲れ様でした。お疲れ様、お疲れ様。今日はちょっと撮影で集まってたんだ。あ、そうだったんですか。なんか温泉でも行ってきたなと思って。違う、小田急なので。ちょっと撮影してきたもん。あ、なるほど。真実公開なんだけど、はい、そうするとよく考えたらこのメンツでチーム歌夫婦チャンネルで集まる。奥さんもいらっしゃるじゃないですか。そうなんです。もっと早く行ってくださいよ、水臭い。お前逃げてるぞ、美しいな。美しい玲子さんがいらっしゃるじゃないですか、麗しの。もっと早くに行ってくれないと。歌舞伎町の椎名切平がいるんだ。ワンタンフェさんもいらっしゃったんですか。そうサモンピッポです、サモンピッポ。しらじらしいんだよ。あ、すいません。本当に今日はこのチーム麗子夫が、はい、たまたま一緒にいるのに珍しいから、はい、軽く残り2ヶ月しかないこの今年を、はい、チャンネルの抱負みたいなのを聞いとこうと。ああ、いいですね。まあ、ちょっとじゃあ歩きながら。あ、はい。まあ、こう前は撮れないけど、はい、新宿駅すげえから人が、はい、何撮ってんだってなっちゃうから、はい、あ、なるほど。あと残り2ヶ月どうやって仕上げていくかって。そうまあ、星を追っかけるっていうのは最近忘れがちなようなちょっと気がするんですけど、心なしか。忘れてねえよ。あ、忘れてなかったでしたっけ。でも、ありがとうな、言ってくれて。俺もついおのぼりさんだから舞い上がっちゃうんだよ。あ、盛り上がって忘れちゃった。あくまでも俺たちはプロファイラーなの。はい、な、もちろん星は引き続き追うから。はい、なんか目星つけてるものありますか、この残り2ヶ月で。特にねえけど、はい、まあ、何も変わるぞ。火山に山に挑んでこうかな。話が全体的にぼやっとしてるんですけど。まあ、じゃあちょっとこの何にも具体性がなかったような。最近ちょっと入ったワンちゃんも、はい、なかなかプロファイリング出るも英語が少ないけどね、はい、残り2ヶ月の歌夫婦チャンネルちょっとどうしていこうと思って、そうですね、なんとかかんとかして、100万人ぐらい登録ができるようにの、ご助力ができればと思いまして、微力ながらですけど、やっていければと思います。間違いなくこのチャンネルで100万は無理だよ。そうですね。そもそもチャンネル登録増やしたくてやってんじゃねえわ。あ、そうですよね。どれぐらいこの国で未解決事件を俺たちでできるから。失礼しました、前提を間違えてました、ね、そう全然間違えてない。奥様、はい、ご抱負の方をお聞かせくださいませ。抱負は浮いたフーチャンネルがやっぱ100万円に100万円に。はい、やっぱりブリトフチャンネルが100万人登録ちゃうかちゃうな。いや、美しくてすいません、話を聞いてませんでした。見とれてしまいました、申し訳ございません。お前そんなこと言うよ、さっき電車の中で JK のパンツばっか見てたじゃないですか。さっきな、よく JK おったらな、足がぶつかりそうになった時にチェッとか怒っててんね。ほんまに女の子が。わぁ、そんなことあったんですか。あれ2つの残り2ヶ月だけど。あ、やっぱり本格的なやっぱ星を上げたいなってやっぱ思ってます。そうだろ、そろそろ、はい、一本釣りかお前。はい、このクレは本当に起きるから、まだクレじゃねえけど、はい、起きるんだ、でかい山が。マジで大海原に出ますか、じゃあ一本釣りに。本当にでかい星釣りますか。出ちゃう。はい、だってちょっとスポンサー募れよ、じゃあちょっと。はい、スポンサー募れば俺も本当ニューヨーク死刑とかで組んでよ。ビバリーヒルズみたいに急にニューヨーク死刑な。でもあれですね、日本で何の成果も上げずにメジャーリーグ行く選手みたいでかっこいいですね。そうですね、そういう選手も中にいますから。マック鈴木みたいな、そうやって成功するパターンもありますから。なんで何の成果も上げずに。なんかいやらしいんだよ。でも実際今のところただの一人も何もしてないですから。でも最近俺は無冠の帝王じゃねえけど、はい、無キャリアのドンみたいに憧れてる。無キャリアのドン。なるほど。K1 で言ったらゼロブレバンドみたいな感じですよね。そうそう、キャリアゼロなのにこの辺にいる。記録より記憶に残るって言われて。お、いいこと言うんだ。そうそれなんだよ、はい、記憶に残ったまま人々の記憶に残るから俺は目立ったまま人ってことだよ。そう記録は記録でしかないから。確かに。え、何まみり。ちょっとクラウドファンディングで。あ、クラウドファンディング。バリーヒルズトップの料理にボス死刑と組んで向かって。いやどうやって組むんですか。死刑と組まれそうですよ。そのためには英会話から必要だった。あ、そうですね、英会話から。うん、僕は通うちょっとね、
金が必要。いろいろかかるんだ。あ、いろいろ、うん、奥の手はやっぱり残しとくんだ。そうそう、お前どうまで金が爪を切るばっかしてどうすんだよ。確かに、あ、そうだろ、確かに確かに確かに、うん、それにしても2年間このプロファイルやってるけど、俺らにとっていい話だったり、そういうオファーみたいに全然来ないな。全くもって、そもそも腰を捕まえに行ってるので、あのコメントをしてくれて来てる人たちも、はい、やたらうちの地元に来てください、うちの地元に面白いものがありますよとかいうふうに、はい、いざ今後プロファイル視聴者参加型でやるから何かネタくれって言ったら全く来ないんだよ、はい、なるほど。たまに来るんだけど、うちの地元のペットショップが面白いですよとか、いくらそんなとこっていう。確かにそうですね、うん、いやいや近かったら行くんだけど、うん、距離あるとね、なかなか現実的に厳しいですよね。もうちょい行きたいんですけどね。そうそう、俺はいつもよ、あのお前とワンちゃんのこのフォロー、人々に気づかないフォローが入ってくれるから助かって甘えてるけど、俺だけでペラ回しとか俺大変だよ。あのチームウリタでよ、はい、まあさまざまな難事件に対決ですね。さまざまなあの日本中で起こる難事件を解決していこうじゃないかと、うん、まあ、引き続き頼むわ。はい、お疲れ様です。です、はい、な、湿局出んねんね。そうそうそう、お触りだけ歌おうか。触りダメだよ。なんでいいやん、ちょっとだけ、ちょっとだけ楽しみはなくなっちゃうじゃん。え、いいやん、なんか予告みたいにな、予告みたいな感じで。ええ触りだけ、ダメダメ、ダメ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 、はい、おしまい、ダメですよ。ダメ、あのうちらのインスタにメッセージ来たんだよね、うん、あるお父さんから、うん、あの何でも小学校6年生になる息子が、うん、悪性の、うん、悪性リンパ腫の白血病に今かかっていて、うん、そして、まあ、入退院繰り返した後、今は、まあ、回復のあのね、回復に向かって、まあ、一応治ったって形なのかな、うん、今も退院して、うん、まあ、自宅で、まあ、家族で過ごしてる、うん、その息子さんっていうギラン君って言うんだけど、そのギラン君っていう息子さんが、うん、まあ、俺らのチャンネルをどういうわけか見てて、うん、だからまあ俺らの方から、まあ、あのコメント欲しいっていうメッセージもらったんだけども、うん、あの、まあ、お父さんはじめまして、俺あのインスタも見ましたよ。でジュランちゃんっていうお姉ちゃんか、ね、ギラン君とジュランちゃんと、お姉ちゃんだから妹さんと、うん、お父さんと、まあ、奥様と、うん、まあ、そうやってあの幸せに過ごされていて、うん、まあ、こればっかりはね、あの 病気っていうのはあのどうしようもないから、本当に神頼みにしてもどうにもならないし、あのただあの一つ言えるのは、普通の方が健常者の方が普通に生きてたって、家族とその過ごす、家族からもらう愛情みたいな、注がれる愛情っていうのは、その、うん、そんなに濃い愛情っていうのは、うん、ね、うん、どこの家ももらえるわけじゃなくて、うん、で病気になったおかげというかね、うん、病気になったことで、うん、もしかしたら本当に普通の一家の普通の健常者の家の一生分ぐらいのエネルギーで、ね、愛を受けてたり、うん、愛を与えてたりっていうことが起きてるはずなんで、うん、そのものすごい濃度が濃い、うん、あの愛をね、うん、あの受け取って太陽のように生きてるはずだから、うん、だからディラン君はあの、まあ、めげずにっつってもあの何なりにもなんないけど、うん、その今お父様やみんなからもらってる愛をね、うん、一心に受けて、うん、この先もね、うん、あの本当に素晴らしく生き抜いてください。応援してますんで、頑張れ、ヒラ。